ンガレーベル、モスクアブウイス・ハーク・イブラヒーム・サー・ヒリーは、13世紀末のアンダルスに生まれ、14世紀前半にマリ王国で活躍した詩人、建築家。かつてはよく、マリに北アフリカの建築を伝え、スーダーン様式と呼ばれる建築様式の祖になったと言われていたが、ゼンレなどにおける考古学的発掘調査の結果、13世紀よりも、 前からスーダー案用式で建物が建てられていたことが判明し、以後はほとんど支持されない説となっている。サーヒリーは1290年にムスリム支配下のアンダルスで生まれた。1322年に不老の罪でグラナダを追放された。そこで彼はアルムニエカルの港から船に乗ってメッカ巡礼に出発した。ダマスカス、バグダード、イエメンを回って、 メッカに向かうつもりだったが、途中で立ち寄ったカイロで彼は古代エジプト建築に夢中になった。サーヒリーは1324年にメッカ巡礼を果たすが、その際にマリの王、ムーサーと知り合いになる。サーヒリーはムーサーの帰国の旅路に同伴し、ビラードスーダーンに行った。ムーサーはサーヒリーにトンブクトやガオにおけるモスクの建設をサーヒリーに任せ、 サーヒリーはこれに応えて1325年にトンブクトゥのジンガレーベルモスクを建てたとされる。サーヒリーは1337年にマンサムーサーの名代としてファースに赴いた。その後、1346年にトンブクトゥで死去した。イブンハルドゥーンは次のような逸話を伝えている。ムーサーはマリの首都に兄の王宮の内側に、 広く市民の声を聞くための建物を建設することを欲した。サーヒリーはこれに応えて、才能のすべてを傾けて見事な石鹸の間を、有する2階建ての宮殿を建設した。宮殿は、ムーサーの希望通りに漆喰と石のタイルで覆われ、上の木座橋の窓枠は銀で、下の木座橋の窓枠は金で装飾されていた。また、 色とりどりのアラベスクで装飾されたドームも付属していた。マリでは建築学が知られていなかったので、ムーサーはことのほか喜び、サーヒリーに褒美として1万2000ミスカールの砂金を与えた。19世紀以後、ヨーロッパ人が西アフリカ内陸部に入り込むようになり、イブンハルドゥーンが記述したような宮殿もしくは宮殿跡を探したが見つからなかった。中世マリ氏の研究者、 DT ニャンルは、スーダン様式は練り土に藁を混ぜたものを建築の材料に使うので、長年の雨の作用で王宮が元の土暮れへと戻ったのではないかと推測している。サーヒリーは西スーダンで子供も儲け、その子孫は藁あたに住んだ。サーヒリーの試作品は伝存していないが、同時代のグラナダの歴史家、イブン・ハティーブが称賛している。ありがとうございます。